野志勝人は、日本の政治家。愛媛県松山市長。元 RNB 南海放送のアナウンサー。愛媛県松山市出身。松山市立清水小学校、いよみしま市立南中学校、愛媛県立松山南高等学校、岡山大学経済学部卒業。1990年、南海放送に入社。翌1991年。 入社2年目にして、模擬立てテレビ10億ロックのキャスターに抜擢された。その後20年間にわたり、愛媛県内各地をリポートした。2010年10月、南海放送を退社。愛媛県知事選挙への出馬を表明して辞職した、中村時広松山市長の後継指名を受けて11月の松山市長選挙に出馬。 自由民主党推薦の新人候補など4新人を破り初当選。市長就任後は公民館区域ごとにタウンミーティングを開催。山林の境界線を確定する地籍調査事業、島初部居住者が通院のために航路を利用する際の運賃助成事業など、タウンミーティングで寄せられた市民の提案などをもとにした、計19事業、4億4900万円を2013年度、 当初予算案に計上する取り組みを実施した。2014年の市長選では、自民党、公明党の松山支部連合会が推薦する新人候補と、日本共産党推薦の新人候補を破り、再選。市長選挙では、中村時博愛媛県知事や市政与党の松山維新の会などの市議、自民党県連幹事長、連合愛媛などの後押しを受けた。 2018年6月28日に都市機能の最適な集約を進める自治体で組織されたコンパクトな街づくり推進協議会の会長に就任した。2018年11月に行われた市長選挙では前回の選挙で対立した自由民主党、公明党の市議らの応援を得て共産党推薦の新人候補を破り参戦を果たした。ありがとうございます。